ドイツのマンハイムに研究所を構えたカール・ベンツがガソリンエンジン付き三輪自動車を完成した1886年にそこから100キロも離れていないシュトウッド・ガルトでゴッドリープ・ダイムラーという技術者がこれも史上初となるガソリンエンジン付きの四輪自動車を完成させたベンツの三輪自動車が軽量化を狙って オリジナルデザインのシャシーフレームを持つのに対しダイムラーの四輪自動車は旧来の馬車ボディをそのまま使っていた無論特別性ではあったがダイムラーは自分の研究内容が外部に漏れることを恐れ馬車メーカーに妻の誕生祝いに贈る馬車であるといい真の使用目的をカモフラージュしたほどだった。 当時はそれほどパテントのの取得が熾烈を極めていたのであるダイムラーはガソリンエンジンの開発と研究を来年期間のパイオニアの一人であるイクラス・エー・オットーが設立した会社に入った1872年頃から本格的に開始したさらに同社でウィルヘルム・マイ・バッハという協力者を得て82年に独立。 翌83年にフォーサイクル方式のガソリンエンジンを完成させるダイムラーにとってガソリンエンジンの自動車への利用は多くの可能性の一部であったようでモーターボートや飛行船の動力原始的なモーターサイクルなどありとあらゆるものへの利用を試みている86年に完成した ガソリンエンジン付き四輪自動車は4人乗りオープン型馬車の後部座席前の床をくり抜き出力650回転で1.1馬力の直立短気筒の排気量 462cc エンジンを搭載していたこの車もまたベンツ同様ミッドシップである後輪の駆動に使われたのはベルトと歯車 ラジエーターが装備されていたため、長時間運転も可能であった。ステアリングは馬車と同じく車軸を直接回すタイプで、最高速度は時速18キロが可能だったと言われる。